中川翔子さんです。どうぞステージお越しください。皆様盛大な拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。ミスマガジン2002ミス少年マガジンを受賞させていただきました。デビュー20周年になります。中川翔子です。よろしくお願いいたします。今でも当時のこと思い出されますかめちゃくちゃ覚えてます。すっごく。 もう当時は学校でも陰キャで人見知りでだけどグラビアの憧れの皆さんのようになりたいなっていう憧れとドキドキとかもう半比例してるんですけどどっちもすごくあったのでもう投票の時もドキドキで自分で中川翔子で1票ハガキ応募したの覚えてますもんね <laughs> 怒られないかな大丈夫かな自分でだったら1票ならセーフですよね当時週刊ヤングマガジンの表紙を飾った際のものがありますこちらです、うん、うわー <laughs> 顔が固まり倒してる。いや,いや、十七歳の時ですね。ね、なんかちょっと今とやっぱり少し印象も。ね、ガッチガチですよ、ね、これは。だって、これの撮影をしに行った時に。あの、トップバッターで撮影だったんですけども。緊張しすぎて、胃腸炎になっちゃって、結局寝込んで撮影一番最後になるっていう。もう、すごいご迷惑かけちゃったなって覚えてるんですけど。でも。<ー>ね、なんか青春っていう感じですね。覚えてる、このバナナの水着。<あ>ここに。 猿が寄ってきてこの胸のバナナを掴まれたの覚えてますね <laughs> いやこれあ黄色い部分がバナナ黄色いバナナの水着あ<ー>あ、覚えてる実際に猿をもう引き寄せた一枚なんですね <laughs>、はい、楽しかったな、えー、すごい なんか好きな曲を流しながら撮影していただけたので、松田聖子さんの曲と田原俊彦さんの曲を流しながらグラビア撮ったの覚えてます、ね。うわ、覚えてる。全部10年後に写真集で。またヤンマガに帰って来られるなんて夢にも思わなかったですし、当時からもうグラビアすごく憧れてたけど、全然需要がなくてクビになりかかってたりとかしたのでで今 youtube が。バズって で水着の動画そのきっかけで出すことができたので去年の今頃は何も決まってなかったんですよだから未来にミラクルっていっぱい起こるんだなっていうのを当時の自分に「お疲れ様やめないでよかったね」<laughs> って言いたいなっていう気持ちでいっぱいですね。<laughs> もかかりありがととうございます <laughs> デビュー当時にはできなかった表情とか 着こなせなせかったであろうドレスとかが似合う大人になりたいなっていう願望で,、はい、でもすごく生きた証残し残せて20年後まで続けられて幸せです。